こんにちは、船原です。なんとアマゾンが中国人セラーの大量排除に本腰を入れ始めました。損失額は驚異の1兆7000億円と言われています。ちょっと詳しく見ていきましょう。以前の動画ですね、3ヶ月ぐらい前に僕が出した動画があるんです。これがもう第一報でした。今思えば氷山の一角だったんですけれども、年商100億円超えのあるブランドですね、中国のブランドが赤バンされちゃったっていう事件がありまして、そちらはですね YouTube の動画にアップしたところ、なんと3ヶ月で 1.5 万人ですね、1万5000人の方に見ていただきました。どうもありがとうございます。で、前回の動画でお話ししたことは一体何なのかというとですね、オーキーというまあかなり大きめの中国ブランドがいきなり赤バンされたと、まあ、全世界でね赤バンされてしまったというお話です。赤バンってわかります？アカウントバン、つまりまあアカウント停止のことなんです。まあ Amazon セラーの中ではねアカウント停止のことを赤バンと言います。もちろんアメリカでもね停止しますし、日本でもね結構大きいいっぱい売ってたんですけれども、もちろん日本でも赤バンされましたね。理由は何なのかっていうと、このオーキーっていう会社がじゃ商品をなんか売りましたと。 Amazon ってレビューが良ければ良いほど SU はね上に上がったり、まあ、いろんなね多くの人が買ってくれるっていう性質があるので、レビュー操作をしていたと。レビュー操作のやり方が、まあ、昔はもう自作自演で入れまくってたんですね。こういうブランドってまあなんかわかんないです、まあ、誰かね知り合いとかが買うとかね、 Facebook のそういうコミュニティがあるんでそこにまあ金配って書いてもらうみたいな感じのやつとかですね、まあ、もっとね機械的にロボットがつけたりとかねしてましたが、まあ、そういうのもね全部ねこう Amazon が対策しちゃって、まあ、最近どうやってるかっていうと、もう買った人ね、買った人にまあお金をあげると。オーキーの場合は確か500円ぐらいですかね。だからアメリカだと5ドルとかね、日本だと500円ぐらいの、まあ、Amazon ギフト券をあげるからいいレビュー書いてねみたいな感じのチラシがですねこう入ってたんですよね。普通に入ってたんですよ。でそれが、まあ、CNN だったかな、まあ、アメリカの結構有名な報道機関が報道しちゃって、あこれやばいということで、まあ、Amazon がそのオーキーをですね赤バンしちゃったという感じですね。その時にですね CNN が持ってきたのが、まあ、こういうことを、まあ、代行している会社みたいなのがあって、そこでなんか2万人だかな、3万人ぐらいの顧客名簿があったらしいんですよ。でその顧客名簿を使っているブランド全部赤バンやみたいな感じで、その中にあったのがまあオーキーだったということだったんですが、じゃあさて今ねどうなっているのか。これ3ヶ月前なんですよ、僕が一報をね、お話ししたのが。この一報を話した時に、まあ、いろんな方からねコメントいただいたんです。オーキーっていうねブランドどうせ復活するんでしょとね、 Amazon の中でも結構売ってるセラーなんで、これを潰しちゃったら Amazon もやばいぞと。だから Amazon も、まあ、ちょっと温情を示して、まあ、ちょっとこれでね懲りたみたいなこととか、まあ、あとね他のセラーさんたちにも、まあ、こういうことやったら赤バンしちゃうよみたいなことをですね Amazon が示して、はい、まあまあ言うても仲直りですよということで、オーキー帰ってくるんかなと思ったんですよ。ところがどうなったかというと、現在のところオーキー復活ならずということで、全世界でオーキーのアカウントを見つけることはできないですし、多少復活してるのあるんですけど、まあ、新しいブランドみたいな感じでですね、もうオーキーと名付けずにオーキーの商品売るみたいな感じになってるんですね。ということで、まあ、オーキーさんはもう、まあ、年商100億とかね、もっと売ってたかもしれないですけど、まあ、さようならということになってしまいましたが、ここでまた続報が入ってきました。はい、こちら。しかし、アマゾンはさらに数多くの中国人セラーの赤バンを実施したというニュースです。その数、なんと、これ僕ね、びっくりしました。5万店舗と言われています。これ誰が数えたか知らないですけれども、5万店舗が Amazon で閉鎖されたということですね。まあ理由は、まあ先ほどと同じようにレビュー操作になります。ちなみに Amazon の店舗数って今ね、アクティブに動いているのが200万店舗ぐらいって言われてるんですよ。で、大体全部で1000万店舗ぐらいあって、その中でまあちゃんと売ってるのは200万店舗と言われてるので、その200万店舗のうちの5万店舗が今ですね、赤バンになっちゃったということで、全セラーの 2.5% Amazon 思い切りましたね。まあこれほぼ全てが中国人セラーです。その損失額がなんとすごいです。1兆7000億円と。おそらくこの、まあ、5万店舗の売り上げが、まあ、総計、まあ、全部足したら1兆7000億円じゃないかっていうふうに、ね、言われてまして、まあ、これね、まあ、ほぼ中国人なんで、まあ、中国人が Amazon を使って、まあ、年間1兆7000億円ぐらい売ってたらしいんですけれども、そのアカウントが全部バンされたということです。まあ、そのアカウントが全部っていうか、とりあえず5万店舗だから全部バンされたわけじゃないです。もうおそらくですね、9割方は生き残ってます、僕の肌感で。普通にやってるところ
はね、生き残ってる感じです。まあ、普通にやってるっていうのが、まあ、大きいとかね、それ以外のところみたいに露骨にやってるわけじゃなくて、まあ、もっとね隠れてやってるとこもいっぱいあるんですけれども、そういうとこは普通に生き残ってるんですが、この5万店舗の売上全部足したら1兆7000億円と言われてます。じゃあどういう風なニュースになってるのかということをですね、ちょっとニュースを見てみたいと思います。こちらですね、日経とまあパートナーを組んでやっている中国の記事の翻訳をしてくれるところなんですけれども、 Amazon 強気のアカウント閉鎖で中国越境 EC に激震、リストラ休業もということで、まあ、ここに書いてるんですよ。ちょっとね大きくしましょう。中国業者の大規模な締め出しを行っていますと。でアカウント閉止された事業者は5万店舗に上り、その損失額は、まあ、1000億元約1兆7000億円と言われています。Amazon は何て言ってるかっていうと、業者による不正レビューのためということですね、まあ、やらせの 高評価レビューを多数投稿して顧客の獲得を狙ったと。これはずっとグレーゾーン扱いだって、グレーゾーンじゃないと思って、Amazon の規約でですね、完全にダメって言ってるんですよ。だって完全にダメって言ってるのに今までなぜかできてたんですよね。まあ、それをまあ普通に Amazon を取り締まったということなんですけれども、 Amazon の中国事業者のアカウント停止は、まあ、今回初めてじゃないよって言ってるんですけれども、ここに書いてるのがですね、パトゾン、オーキーね、さっき僕が言ったオーキーですね、アペマン、サンバレーなどが、まあ、温情を示されることなく閉鎖されているということで、じゃあ、パトゾンさんのですね、この M4 って結構ね、アメリカのアマゾンでは有名なブランドなんですよ。こちらがですね、なんと、売上高が年間でですね、840億円だったらしいです。すごくないですか ?840 億円売ってるアカウントがそもそもあったっていうのが、まあ、Amazon のポテンシャル高いなと思うんですけど、それを普通にバンしたっていうね。普通に Amazon が停止した。これはもう Amazon。拍手。僕は拍手ですね。サンバレーの中ではですね、これ日本でも結構ね、有名なブランドで、ラブパワーとかね、これは日本でもかなり売ってたと思います。タオトロニクスとかね、これは日本でも結構売ってますね。ババ、これはまああんま日本で見ないかなと思うんですけど、まあこれもですね、やっぱ850億円ぐらいあって、まあそのうちの、まあかなりのウェイトを占めたアマゾン販売がまあ停止しちゃったということですね。こういうのはですね、まあいわゆるエレクトロニクスなんですけど、まあ普通にですね、椅子のブランドでもですね、このSマグデスクっていうのがあるんですけど、これまあ凍結されたということで、まあ、要は中国人セラーがレビュー操作やってるでしょと。はい、もうこういうやつやってるのは全員、停止しときましたよっていうアマゾンの大英断というか、まあ普通のことですよね。で、もう一回振り返りまして、何がダメだったのかっていうとですね、まあやっぱりレビュー操作なんですよ。いいレビューを書いてもらうために顧客に何らかの見返りを提供するということで、まあ要は金渡してたってことなんですよね。これってね、もうほとんどの中国人セラーがやってるんですよ。全世界でやってます。もちろんもうあなたもね、もしなんかね中国人セラーから商品買ったらですね、なんか送られてきたかなと思います。はい、まあ、僕も普通に送られてきました。こういう感じでね、 LINE、 今日のモニター商品、扇風機、首掛け、ネッククーラー、こういう感じですね。興味のある方はご返信ください。商品はプレゼントとして受け取っていただきますと。興味がある方はご連絡くださいっていうね、これ LINE でね、僕このLINE 登録してたんですけれども、はい、LINE 登録しましたんで、興味ありますってね、書いたんですよ、僕。いや、書いてみました。そしたらですね、イベントの参加の流れは下記の通りです、みたいな感じでね。指定のキーワードで Amazon や楽天で検索いただき、お願いします。まあ、これはですね、SEO を上げるためです、完全にね。で、普通に買ってくださいと。まあ、ゆっくり閲覧いただいた後、閉店指定のアイテムをご購入くださいと。ね。どういうことで、これも、ね、SEO 上なんですよ。だからこれね、やらせって思われないために、まあ、できるだけ自然に買ってね、みたいなことをですね、指定してくるんですよね。で、まあ、買った後、スクリーンショットください、みたいな感じでね。はい。で、星レビュー、5つ希望ということですね。レビュー完了したらスクショください。あとはペイパルか銀行振込で返金しますということでした。まあ、これはですね、物を買ったとね、なんか買ってくれて、いいレビューを書いてくれたら、それをペイパルとか、その銀行振込で、返金しますよというイベントらしいですね。これをね、元にして0円転売なんだみたいな感じで、0円転売万歳みたいな感じでですね、それをなんかノウハウ化して、ノートとかブレインで売ってる人もいるんですけど、まあ、それはちょっとそれのぜひ置いといて、まあ、こういう感じで結構多くの業者がですね、買ってくれていいレビューくれたらお金返しますよとかね、そういう風にやってるところも結構あります。まあ、もちろんですね、僕この行為をですね、 Amazon に通報しました。Amazon のねレビューなんとか通報窓口みたいなのがあるので、僕こういうの趣味なんでですね、こういうセラーがいたらですね、まあ、大体こう Amazon に通報するんですけど、もちろんこのねセラー今日も元気に販売中ということなんで、まあ
Amazon 一体何やってるんかなと思いますけれども、まあ、普通にですね、こういうことをしても、そして Amazon に通報しても、普通に販売してますよということになってます。ただ一方で Amazon はちゃんとですね、ちゃんとっていうか、変なことやってるセラーは5万店舗も赤番してるわけなんで、まあ、全部のね、セラーを赤番するっていうのは難しいのかなとは普通に思いました。今後どうなるかということなんですけれども、まあ、今のところですね、大きいセラーでも容赦なく赤番した Amazon の姿勢っていうのはね、僕評価できるなと思ってます。ただですね、まあ、こういう中小のセラーですね、まあ、売上多分1億から10億ぐらいじゃないですかね。はい。こういうセラーはですね、まあ、赤番されても、じゃあ、このアカウントなくなりました。はい、次のやつ作りまーす。みたいな感じですね。もう、ニョキニョキもタケノコがの生えてくるように、ニョキ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 やってくるんで、まあ、影響は比較的小さいかなと思います。ただ、まあ、こんなね、大きいセラーがガーンとね、バンされちゃったということで、あれ、やっぱダメなんだみたいな、普通に気づいちゃったわけですね、中国人セラーさんは。あ、やっぱダメなんだと。まあ、僕ね、実は昔、クローズアップ現代っていうところに取材されて、その時にも出たことあるんですけれども、その時にね、クローズアップ現代の取材班が、深センかな、まあ、僕はちょっと紹介したレビュー業者がありまして、そこにまあ、インタビューに行ったと。そこのレビュー業者が何言ったかっていうと、レビューね、入れても何もないんだから、なぜ日本人は、やらせレビュー入れないのか、バカなのか、みたいなこと言ってたんですよ。まあ、そんぐらいなんですよね、中国人セラーの倫理観っていうのは。まあ、そうなったんですけど、現状は赤バンされるようになっちゃったんで、中国人セラーをね、はじめとしたレビュー調査っていうのはある程度縮小化すると思われます。ということでね、今後、真面目にやる人の時代が来るかなと、ついね、来るかなと思いますので、結局ですね、プラットフォーム上で、こういうね、レビュー操作みたいな裏技使って売り上げ上げても排除されてしまうんですよ。これがまあ1年単位なのか、3年単位なのか分かんないですけど、まあどっかでね、絶対やられちゃうので、僕らはそういう不誠実で、なんか短期的に売り上げ上げようみたいな人たちを横目に見つつ、はい、まあ、長期的に信頼されるブランドを構築することによって、必ず売り上げとね、利益を伸ばしていくということは可能です。まあ僕もね、Amazon でも数年売り続けてますけれども、レビュー操作なんかやんなくても普通に売れます。まあ毎月何千万ぐらいだったら普通に売れますので、普通に、長期的に積み立てていただければと思います。で、今後はですね、全世界の Amazon プラットフォームで中国人セラーのウェイトは下がるかなと思います。まあ、やっぱり中国人セラーが勝ててたっていうのは、このレビュー操作をはじめとした、まあ、いろんな裏テクニックがあるんですね。まあ、僕もこう、中国人の人たちと結構仲良しなんで、こういう方法あるよとかね。まあ、例えば、こう、SEO を上げる方法あるよとかね、ライバルの商品の写真をですね、勝手に変える方法あるよとか、ライバルの商品のカテゴリー変える方法あるよとか、まあ、いろいろあるんですけれども、そういうなんか、まあ、グレーというか、ブラックですよね。相手を攻撃するようなことをね、やっていく人もいっぱいいるんですよ。まあ、そういう人たちが、まあ、どんどん排除されていって、まあ、ちゃんとね、ちゃんとやる日本人セラーの存在感が増していく未来が見えたかなというのがですね、今回のニュースでした。めちゃめちゃ嬉しかったです。なんか、スカッとしましたね。スカッとしたんですけど、僕が通報した人はまだ売ってるんで、まあ、Amazon さんもうちょっと頑張ってください。ここまで見てですね、もし中国輸入勉強して普通に稼ぎたいぞという方はですね、こちらの QR コードもしくは概要欄の URL から LINE 登録してください。まあ、Amazon 中国輸入のマニュアルを配布しておりますが、まあ、Amazon 中国輸入で、まあ、頑張れば普通に、まあ、1年ぐらいですね。ちょっとこう長期的になってください。まあ月収で30から100ぐらいはいけると思います。1年頑張ってください。まあ半年でもいける人います。半年でね、普通に30とか100ぐらい稼いでる人はいるんですけど、まあやっぱり今ってね、そういうなんかいろんなテクニックが効かなくて、ちゃんとやる人の時代になってます。今回のニュースがまあ表しているように、まあちゃんとやる人の時代になっておりますので、ぜひですね、ちゃんとやって長期的に頑張ってみてください。ちょっと長期的に頑張れないなとか、ちょっとね、Amazon 中国より難しそうだなっていう方は、こっち、ね、2個あるんですよ。Amazon じゃなくてメルカリですね。メルカリ中国輸入というのもありまして、こちらほんとお手軽に始められて、来月10万稼ぐとかね、普通にできます。あと、ま、資金もね、ほとんどいらないということなので、まあ、もしこっちの方ね、まあ、初心者の方で、まあ、ちょっとね、すぐ稼いでみたいな、中国輸入ですぐ稼いでみたいなっていう方は、こっちのマニュアルの方もぜひね、見てみてください。こちらも LINE で登録してください。もう一回ね、戻りますと、まあ、ちょっと中級というか長期的に100万とかね、普通に稼ぎたいっていう方は、こちらの Amazon の中国輸入マニュアル。もっとお手軽に始めてみて、月収10万を来月とかにね、達成してみたいという方はメルカリ中国輸入のマニュアル、こちらをねダウンロードしてくださいということで、いかがでしたでしょうか。まあ、今回ね情報役に立ったと思ったらぜひ高評価よろしくお願いします。はい、まあ、高評価ねポチッと押すだけなんで、ぜひね情報の持ち逃げみたいなのはねやめていただいて、ちょっとね、ご協力いただければと思います。あとなんかねコメントありましたらコメントの方もよろしくお願いします。僕のね励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。